勝ちに行こう。6番オグリキャップ2番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。美しい青スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目。一致団結していこう。8番人気は7番オグリキャップ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。美しい青空が広がる中山レース場、今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。苦しい戦いを強いられている6番オグリキャップ、ここからどう出る。5番マルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は5番マルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのは5番マルゼンスキー、このままリードすることができるか。1番ミホノブルボン並んできた。1番ミホノブルボン、5番マルゼンスキー、2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。現在1番手は1番ミホノブルボン、続きました5番マルゼンスキー、さらには9番ミホノブルボン、1馬身離れて2番マルゼンスキー、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身、さらには1番ミホノブルボン、その後ろに5番マルゼンスキー、1馬身差9番ミホノブルボン、その後ろ2番マルゼンスキー、その後3、4馬身開いて6番オグリキャップ、その外並んで7番オグリキャップ、1馬身離れて4番グラスワンダー、外で輝く星をみんなに。2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ、5番マルゼンスキー、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。5番マルゼンスキー、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。中山の作戦は短いぞ。後ろの形は間に合うか。5番マルゼンスキー、速い速い、もはや独走状態、200を切った、食い下がる。いざ、まだ道は。5番マルゼンスキー、足色は衰えない。Come on!
2着には7番オグリキャップ、3着8番グラスワンダー。2着か、悪くない結果だ。皆さん、行きましょう。9番人気、4番オグリキャン、まずまずの仕上がりですね。次へとつなぐ大事な一戦スタートです。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ニホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はニホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はマルゼンスキー、3馬身差2番オグリキャップ、1馬身差5番オグリキャップ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。さあ花に立ったのはニホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、2番オグリキャップ。落ち着かない様子、依然先頭はニホノブルボン、続きましたマルゼンスキー、あとは2番オグリキャップ、1馬身離れて4番オグリキャップ、1馬身差5番オグリキャップ、2馬身離れて川上プリンセス。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。ニホノブルボン、まだリードをキープしています。続いて2番オグリキャップ、内をついてマルゼンスキー、1馬身離れて5番オグリキャップ、5番手には4番オグリキャップ、その後ろから川上プリンセス、そしてその外から輝く星をみんなに、さらに外から里のダイヤモンド、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、意気揚々と先頭を行きます。ニホノブルボン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。中山の直線が短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。とどろけ天下無双の稲垣、外から飛んできたのはシンボリルドルフ、まくって上がってくるシンボリルドルフ、残り200で並びかけてきた。いざ我が道は、シンボリルドルフ逃げ出した。シンボリルドルフ足を捉えた、お見事シンボリルドルフ、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。勝ったのはシンボリルドルフ、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着は2番オグリキャップ、3着は川上プリンセス。唯一抜きんでて並ぶものなし。
進行一番、気合を入れていくぞ。7番人気は9番オグリキャップ。まずまずの仕上がりですね。美しい青空が広がる中山レース場。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは6番オグリキャップ、9番オグリキャップ、3番オグリキャップ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、6番オグリキャップ早くも先頭に躍り出た。第1コーナー回って第2コーナー、花を奪っていったのは6番オグリキャップ。先頭から大きく離されて2番手は3番オグリーキャップ、3番手に9番オグリーキャップ。その後3、4馬身開いてグラスワンダー、外を回ります。里のダイヤモンド、それを見るように1番ジンボリルドルフ、外を回って成田ブライアン、少し離れてナイスネイチャー、1馬身離れて2番ジンボリルドルフ、意気揚々と先頭を行きます。6番オグリーキャップ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭相手に6番オグリーキャップ、2馬身リード、続きました9番オグリーキャップ、その後1番ジンボリルドルフ、4番手に3番オグリーキャップ。ここまでが先頭集団、まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える人は出てくるのか。中山の挑戦が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。3番オグリキャップ食らいついてゆく。6番オグリキャップ、早い早い、もはや独走状態。残り200、先頭は変わらず。6番オグリキャップ、やりました。6番オグリキャップ、他の馬娘たちをねじ伏せレースを制した。勝ったのは6番オグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着3番オグリキャップ、3着は1番シンボリルドルフ。うん、まずまずの結果ね。世話になったな、ありがとう。